ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデス AMG GLE63S クーペ2017年式 17,500 キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。はい、間もなく新型が出て、そうですね、1年、はい、1年経ちますね。経ちますよね。はい、はい、そこにあえて今回、まあ、先代というか初期型というべきか、うん、はい、ただこれ ML の後継、 M クラスの後継っていう扱いなんですよね。そうですね、はい、ちょっとこの GLE っていう名前になってからだと初代なんて言われ方しますけど、うん、はい、こちらをあえてちょっと紹介したいなと。で、はい、今回ちょっと僕ご紹介させていただくので、うん、まあ、カタログ一通り見直したりとか、はい、オプションリストいろいろ見直したりしたんですけど、ちょっとやっぱりこの方の魅力いろいろ今回気がつきましたんで、うん、はい、ちょっとその辺をご紹介させていただきたいなと、はい、で僕ちょっとその一通り見た中で、はい、もうちょっと過去一、ちょっと過去一っていうと言い過ぎかもしれないですけど、過去トップ3に入るぐらいちょっとオプション選ばなくていい車っていう。そうですよね、はい、まあ、立ち位置的にもう一番上なんで、はい、まあ、標準のものが非常に多いっていうのもあるんですけど、オプションほとんどないんですね。そうですね、 63S、そうだよね、全部ついてるもんね。すごくざっくりした言い方をするとオプションのそのバングの、うん、オーディオのオプションと、はい、あとはその中のカーボンインテリアの、はいはい、そのぐらいしかオプションがないという、うんうんうん、なんでもうほぼフル装備、はい、どれを買ってもフル装備、うんうん、そしてそのベースの、350とかと結構こう装備の開きというか、そうですね、あるんですね、はい、なので非常に魅力的な一台だなという、まあ、あとはその現行と新車価格がこれ随分違うんですね。すごい違うよね、うん、なんか新車価格がもう現行200万円近くスタートが高くなってるという、うん、まあ、もちろんその装備も違いますし車も違うんで、なかなかその比べるべきところではないのかもしれないですけど、うん、ちょっとこうパッと見たときに、うん、新車価格の開きが随分今回、うん、現行もう2000万円に届こうかっていう、はい、でも確実に乗り出しは2000万円超えてくる感じですよね。そうです、はい、でなおかつもうこの年式だと価格もぐっとこう、うん、お買い求めやすく、はい、もう極端な話現行の半額ぐらいで、うん、いけちゃう感じじゃないですか、はい、そうなってくるとまた別の楽しみというか、うん、あるなっていうのを今回ちょっと感じたんで、ちょっとこの車の良さとちょっとあと癖強めの車なんで、はい、ちょっとその辺をお届けしたいと思います。でまずは、うん、まあ、前回りはちょっとこう、まあ、安定のというか、そうですね、見慣れたというか、うん、まあ、他のモデルと結構共通性を持たせたこう、はい、ヘッドライトだったりグリルだったりバンパーだったり、まあ、その辺はおなじみですよね、はい、であとはもう以前もちょっと言いましたけど現行はパナメリカーナになっちゃうんですけど、はいはい、この方であればこのグリルどっちが好きって言っとくと、うん、後でこうお前あの時あれが好きって言ってたじゃねえかって言われちゃうんで、はい、もうあやふやっとしておきますけど、はい、まあ、でもこれも、はい、タイミングによってちょっと若干気持ちは変わりますからね。そうですね、はいはい、でもこれも随分あれなんですよ、クラシックなグリルなんですよね。そうなんですよ。そうなんですよね。そう、昔のメルセデスってこの、そうそうなんですよね、古い、画像とか検索していただければ分かりますけど、このグリルも、まあ、当然パンアメリカンもそうですけど、どちらもこうメルセデス・ベンツの歴史の中でずっと、ね、続けられたというか、以前使われてたデザインのオマージュというんですかね、なんかね、そんな感じもありますね。 300SL もあの定番 の, あのクラシックで定番の方はこっちですもんね。そうです、はいはい、であのレースの方の、うん、300SL の方はパナメリカーナなんですよ、ね、はい、そうなんですよ。これはこれで、うん、いいかなと。もともとパナメリカーナってレース の,、ね、その名前だったりするで、そこで使ってたグリルだからパナメリカナグリルみたいな、そんな呼ばれ方もしますね。なのでちょっとそういうところ振り返っていくと、うん、まあ、これの良さもなんか改めて見るといいなってやっぱり思いますよね。はい、であとは、まあ、言ってもこう2017年式ですから4年経過しております。はい、経年劣化ポイントを正直にお伝えするとやっぱりこれ BMW でメルセデスも一緒ですね。なっちゃうんですね。なっちゃいますね。この素材のせいなんですかね、紫色、ちょっと紫色みたいに、はい、なってきてしまうという。ここはちょっと塗り直したいポイントですね。これだから塗り直してもいいですし、なんかラッピングなんていう手もあるとかって。そうですね、それをか考えれば、まあ、ラッピングで考えればペイントするよりは次の色落ちというんですかね、変色っていうのはラッピングの方がいいかなっていう感じもしなかったですね。まあ、質感だったり耐久性なんかの若干違いがありますので、うん、そうですね、まあ、予算だったりに応じて、うん、まあ、ちょっとリフレッシュしていただくと車全体がちょっとこうパリッと見えるかなという、はい、こんなところですよね、うん、あと装備に関してはもう全部ついてるんですよね。はい、もう360度のカメラから、はいはい、
ディストロニックも当然ついてますし、はい、まあ、この辺はもう掘り下げるまでもないかなと。ですか、便利装備も安全装備も、はい、もうフルフルでついてますんで。ですね、はいはい、そして車全体的な、サイズでいくと長さこそ、うん、まあ、E っていうグレードなんで、はいはい、E クラスセダンとそんなに大きくは違いないですが、幅が随分2メーター超えてくるということで、はい、まあ、ちょっとこの辺駐車環境だったりとか、まあ、その辺少し選んでしまうのかなっていう印象はあります、うん、まあでも最近の SUV って本当幅広くなってくるからね、そうですね、みんな、うん、あの皆さん自宅の駐車場が勝手に広くなるわけじゃないのに、車はどんどんこう幅が広くなってくる、ね、はい、道路が勝手にどんどん広がってくれればいいですね、はい、なんでちょっとその辺があるんで、そこだけちょっと、はい、はい、クリアできる方であれば、はい、まあ、非常に室内空間もその分広く取れますから、そうですね、はい、いいすごくいい車ですね、はい、そしてあと横に行くと横ももう専用装備、はい、もうフル装備のオンパレードでございます、うん、21インチの専用のホイールがついてて、はい、サイズが285/40/22 ですね、うん、ごめんなさい、22インチでしたね、22インチが装着されてございます、うん、でブレーキもこのレッドキャリバーのものが標準でついてきます、はい、これ標準ですもんね、そうです、標準です、あの S クラスでさえ、うん、あのパッケージ選ばないと赤くならないのに、うん、もう漏れなく赤いのがついてくると、はい、そしてエアサスは当然の MG のライドコントロールサスペンションがついてくると、うん、でも、もう10年近く経ってますからあれですけど、あの電動のスタビなんかも当然全部ついてきて、うん、はい、だからある時期を境に SUV って急にこう車が、まあ、しっかり走るって言ったらあれですけど、ちょっとこう船こぐようなのじゃない車がどんどん出てきましたね。そうだから、座ってるポジション高いですけど、なんか目つぶってると普通のセダン乗ってるようなスポーツセダン乗ってるような感覚になるっていう感じですね、うん、特になんか欧州車ってある時を境にそういう車がガーッと増えませんでした。増えました。なんかいわゆるこう SUV からこうスポーツ SUV 色が強い車がどんどん出てきて、うん、僕はその人によって賛否両論あると思うんですけど、カイエンの出現によって相当変わったようなイメージを持ってます、はいはい、もう普通になんか乗用車ライクに乗れちゃう。そうです、うん、なんか飛ばしても全然怖くない、ね、はい、ブレーキは当時の SUV からしても異常にでかいし、さすがポルシェっていうのを記憶しています。でこちらの車もとんでもないエンジンが積まれてますから、そうですね、ちょっとそれが活かせる足回りなのかどうかはちょっとこの後乗ってみたいと思います、はいはい、であとは、このランニングボードなんかも、うん、もう全部63だと標準装備だったりとか、はいはい、あとはなんといってもこのシルエットじゃないでしょうか、うん、今回クーペということで、うん、正直なところ、はい、見慣れないとこれちょっとずんぐりむっくり感を感じてしまうかなと、まるっとしてる感じでね、はいはい、幅広の、うん、ただまあ最近こうスポーツクーペタイプの SUV ってこうトレンドでもあるんで、まあ、見慣れてくるとこう、うん、いいのかなと、まあ、全メーカーとは言わないですけど、ほとんどのこう主要主力車種はこの SUV に関してはクーペスタイルを出してきてますからね。そうですよね、うん、GLC なんかもクーペあります。そうですね、はい、S こそないですけど、うん、はい、やっぱりちょっとミドルレンジぐらいまではちょっとスポーツテイストもちょっと意識して、うん、はい、こんな感じのスタイリングもう BMW なんかでも同じですし。そうですね、もう X6 から始まってどん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  X4 だったりとか出てますし、カイエンに至ってはカイエンクーペ。そうですよね、うん、カイエンなんか正直ちょっと見比べないとわからないぐらいの元々の、はい、そうなの、元々はね、傾斜してるからリアが、うん、なんですけどちゃんとしっかり設定されてる、はいはい、こんな感じの。だからこの辺はまあ好みもあると思いますけども、今回ご紹介させていただくのはクーペということ で、はい、でちょっと室内空間だったりとか、あと一番大きなのそのトランクの容量なんかはだいぶ変わってると思いますので、その後、はい、この後チェックしてみたいと思います、うん、であとはどこ触れておきましょう。あと後ろはちょっとタイヤが太くなって、はい、325/35/22ちょっと引っ込み思案なのは少し気になります、うん、そうですね、はい、これちょっと出してあげたいな。そうですね、はい、スペーサーでもう22インチ十分大きいサイズですし、うん、真っ黒ですからですね、十分スペーサーでもうどんくらいですかね、うん、1センチぐらい、1センチ15、はい、15ミリぐらいですかね。そうですね、はい、少し出してあげるだけでちょっとグッと引き締まって見える。だいぶ変わりますね、はい、はい、見えます、うん、続いてリア周り、リア周りがこの先ほどちょっと触れましたけども、うん、クーペのこの優先的なデザインとこのスポイラー、はい、そしてテールランプなんかはちょっとこう SUV っぽくないなっていう、うん、どっちかっていうとクーペセダン、ちょっとそんな感じを受ける。ちょっとこの横長の、うん、なんか E クラスのクーペとか、うん、なんとなくこの年代のそのまま同じような流れを感じますよね。そうですね、うん、そして
かなり大型なバンパー、はい、でこの樹脂の部分の比率結構すごいですね。すごいね、なんかね、よくよく座って土に言われてみると、確かにすごくこうお尻がこうグッてこう力強い感じが、はい、でよりなんかこうちょっと SUV っていうカテゴリーであるんですけど、本当にクーペ感が強調されてるリアのホンナになっております、はい、うん、そして、はい、AMG のパフォーマンスエキゾーストシステムが標準でついてくると、はいはい、こんな感じのリア周りになってございます。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。ちょっとこの重めのドアが、そうなんですよね、はい、しっかりした感じの。そして内装に関しては基本的に全部この黒のレザーで統一された感じ、うん、そしてピアノブラックのインテリアですかね、はい、はい、こちらになっております。ちょっとドアから見ていきましょうか、うん、はい、ドアもこの下を除いて全部レザー、そしてこの白のステッチで、はい、だからこのサイズであの半分しかこうレザー使われてないですけど、はい、ちょっと面積がでかいんで、うん、ちょっとこうラグジュアリーな感じで十分感じられる。そうですね、ステッチも入って、はい、うん、こんな感じになっております。でも室内空間がちょっとこう外から見ても圧倒的に広い、うん、そうですね、広いですね、高さもありますし。そうなんですよ、うん、そしてステアリングも、センターマーキングが入っているものに、はい、専用のものになっていると、うん、じゃあ続いてちょっと乗ってみたいと思います。はい、ちょっとランニングボードはちょっと、まあ、撮影っていうのもありますけど、ちょっと使うまでもなく、うん、はい、男性であれば、そうですね、乗れるのかなと、はいはい、女性の方だったりだとかお子さんだったりとかっていうのは、うん、結構対応できるんじゃないかなと、はい、そしてシートは割と柔らかい、うん、柔らかいね、はいはい、サイドサポートも随分柔らかいです、うん、はいはい、そして調整は、あ、こっちか、ごめんなさい、調整はそんなにめちゃくちゃ細かく調整できるわけじゃないですね、はい、はい、こんな感じの調整になっております。そしてステアリングはこの握る部分がアルカンの定番のやつですね。はい、そうです、はい、こんな感じになっております、うん、そしてメーターなんかも他の63シリーズにつながるところではあると思いますんで、まあ、ちょっと、まあ、そこを本当に安心安定ですよね。だと思いますね、はい、ちょっと動画にするとコメントに困る感じですね確かに、確かにそうですね他のと一緒ですねっていう、はい、うん、はい、そして今回の車はレーダー探知機もこんな感じでついております。はい、はい、そして、ちょっと GLS 当時のその先代のちょっと GLS にもつながるこのインパネのデザインと、はい、まあ、使い勝手なんかももう全部共通ですもんね。はい、そうです、はい、うん、ちょっと表示を見てみましょうか、うん、はい、はい、ちょっと、こんな感じで、うん、世代的には一つ前、前一つ前ですよね、はいはい、こんな感じのナビと、うん、まあ、ただメディア関係も一通りついてますし、はい、そうなんですよ、はい、まあ、使い勝手は悪くないんじゃないかなと、うん、はい、これあのでも、はい、今にしてこう見てみると、はい、このメディア関係が充実してるのと、はい、あとなんだ、ディスク関係が入るから、はい、る最近ディスク入らない車がもう新しいようなね多くなってきたので、まだ結構 CD とか持ってる方いらっしゃると思うんで聞くことは可能です。まあ、ちょっとこのユーザーインターフェースに時代というかその年代を感じるのと、あとこの数字のこの、うん、数字のね、はい、これ並びがね、はい、こう並んでるとちょっとこう世代を感じますけども、はい、まあ、ディスク入ったりとかそういうメリットもあるのかなと、はい、うん、はい、あとこの辺はちょっとオフっぽさも出てる、はいはい、こんな感じのエアコン周りと、あとは 63S になると標準で、はい、そう、はい、ベンチレーションがベンチレーションついてくるということで、うん、でこれ他のやつだと確かつけられないんじゃないかな、オプション設定もなかったんですかね、確か確か、ね、確かなかったと思います、はい、だからもうオプション設定しなくても漏れなくついてくるという、そうです、はい、そしてエアコン、うん、当然デュアルです、はい、けど後ろにも、うん、はい、はい、あの調整ついてますん です、はい、63S になると3ゾーンということで、うん、ああいいですね、はいはい、これ結構重要じゃないですか。重要なんですよね、意外とね。これがオプション設定で他のグレードをつけられないってなってくると、うん、ちょっとかなりそこで差があるかなと、はい、はいはい、そしてここちょっと小物入れになってて、はい、はい、ドリンクホルダーと、はい、ドリンクホルダーも大きくていいですね。そうですね、はい、で、コマンダと、はい、あとモード切り替えだったりとか、うん、はい、あと足回りとか、はいはい、その辺も全部ついてると、はい、で車高の上げ下げもそうですできちゃうという、うん、そしてセンターの、うん、アームレストの中も割と深さもあって、うん、はいはい、USB が2系統ですかね。そうです、こんな感じでついております。はい、はい、そして、天井関係全部黒で統一されてて、はい、はい、バイザーもこんな感じです、うん、はい、はい、あ、バイザーもちゃんと2枚ですもんね。そうです、はい、これすごくいいですよ。いいですよね、はい、
まあ、当然窓も大きいですから、うん、そうですね、はい、この辺かなり使い勝手よく使っていただけるんじゃないでしょうか、うん、はい。これ2枚あるとどうやって戻すのかちょっと忘れちゃうか、 こっちだったんでからです。出て、はいはい、こんな感じで、うん、そして、このパノラマスカね、はいはい、もう標準装備ということで、はい、こんな感じでついております。いいですね、はい、ちょっと待ってください、うん、このソフトタイプの、はいはい、シェードもついてて、うん、割と黒いインテリアなんで、はい、ちょっと車内こう暗めじゃないですか、はい、開けるとこう急に開放感と明るさが、明るさと、ね、はい、特に後ろの席ってこう光の入ってくるところが少ないんで、うん、はい、この辺はちょっと、はい、車内の印象がだいぶ変わる部分かなと。いいですね、はい、うん、こんな感じのインテリアになっております。はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろももうさすがの広さでございます。本当ですね、はい、ちょっと早速乗ってみちゃいましょうか。はい、はい、後ろも割とここ開口部広いんで、はい、まあ乗りやすい、アクセス楽です、ね、感じます。あ、なんかあれ、え、どういうことですか。違う、はい、今ね、はい、乗り込んだ時にここが、はい、すごい柔らかいの。そうなんですよ、めっちゃ柔らかいですよね、リアのシートも、はい、と思ったらでも、はい、座面の方がそこそこサイドが柔らかく感じる、すごく。あ、それはあれかな、張り込みのせいなのかな、ステッチの。確かにここステッチの入れ方で随分印象違うんですよね、うん、そう、変わる変わる、はい、うん、で座面こう割とこうステッチというか、はい、座面しっかりめで、はい、サイドがなんかすごく柔らかく感じたんですよ、はい、お尻がちゃんと入る感じしますよね。そう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 、これしっかりしてますね、こんな感じで、はい、で背中も割と硬すぎず柔らかすぎず、うん、そうですね、はい、うん、ではあれじゃない、はい、これあの猫背ツッキーにはちょっと、それ前ちょうどいい、いや全然大丈夫です。本当ですか、はい、そして足元は、うん、まあ、全然拳にこう2個はいかないですかね、うん、ちょっとここえぐれてるんで、うん、はい、だいぶ楽かなと。そうですね、そしてあのセダンとかと違ってセンターのこのトンネルがだいぶ低いんで、はい、もう開放感というか足元スペース、これいいですね、はい、広い、やっぱりこの辺は、うん、まあ、SUV のいいところかな。そうですね、はい、うん、高さもありますし、はいはい、視界もいいですし、うん、はい、こんな感じかなと。やっぱりパノラマがかなり効いてるかも。あ、開放感がいいですね、はいはい、そしてリアもシートヒーターがしっかりついてて、はい、いいっすね。じゃあいいっすよ、はあ、いやいや本当装備すごくいいよね。いいですよね、うん、そして下、はい、小物入れがついてて、はい、であとそのまま後ろに行くと、はいはい、アームレストにドリンク、あ、ドリンクホルダー蓋も何もなくいきなり出てくるタイプですね、はい、で大きさも結構あるんで、うん、はい、結構使い方悪くないんじゃないかなと思います、うん、はい、はい、あとあれですかね、クーペなんで、うん、ここがちょっと、あ、そうですね、ここから後ろの、はい、うんうんうん、あと天井がここから下がってきてるんで、はい、この部分だけですかね、うん、そうですね、はい、まあ、ただ全然僕175ですけど、うん、ルーフに全然まだつかないですし、はい、はい、もう荷物とかトランクを対応される方だったら普通の SUV タイプ、うん、はい、はい、そうじゃない方であればクーペで全然使い勝手悪くないんじゃないかなと思います、うん、はい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、当然のパワーテールゲートで、うん、結構容量ありますね。ありますね、ありますし、はい、うん、でトランク容量に関しては、うん、あのここカウントなんで、はい、そんなにこう SUV と変わらないんですね、うん、僕調べたと、はい、一応マイナス40リッター、うん、なんでそんなにこうここ閉じて使うんであれば、うん、そんな大きな差はない、うん、差はないですね、で奥行きもありますし、はい、幅も当然ありますし、うん、はい、かなりなんとなくね、さっき測ってみたの、はい、そしたらね、ここの、はい、一番ここから、はい、この面からここの面までで、はい、132-133センチぐらい。あ、なるほど、うん、で奥行きも130あるかないかぐらいなのかな。結構広いですね、意外と。あ、広いなと思いましたね。一応数字的には、うん、650リッター。ああ、そうですか、はい、ああ、ああ、なかなかな容量、なかなかな容量ですね、はいはい、そしてこの下は、うん、一応こんな感じで、はい、スペアタイヤ空気入れるタイプですね、はい、はい、積んであります、はい、すいません、はい、そしてあとはシート倒せば、はい、そうなんですよ、容量がもっと確保できますんで、うん、でこれが、結構容量違ってくるんですよね。
一応 SUV の場合だと、うん、2010リッター、はい、それクーペになると1720リッター、あー、ここの分が、この空間がね、そうです、ここの分がかなり効いてくるみたいです。なるほど、はいはい、ただあんまりこうそこまでの容量を必要とする使い方はあんまりないのかなっていう、うん、そうですね、はい、でも回復あの高さもそこそこあるので、はい、結構、まあ、これでも十分使えちゃうかなと思いますけどね。どっちかというとシルエットの好き嫌いで選んでいただいた方が、うんうん、そうですね、それでいいと思います。いいかなという気がします、うん、そしてあのシートに関しても、うん、あの倒せますし座面の方が上げられるんで、うんね、ちょっと見てみたいと思います、うん、でリアのシートの方が一応このレバーで、はい、上げられると、レバーじゃないですね、紐の部分、紐です、ね、はい、持ち上げてもらえば、はい、そしてさらにその段階から、はい、ヘッドレストの方を格納いたしまして、はい、はい、そうですね、前に倒せちゃうんで、前に倒せます。そうするともうフルに詰める状態になると、はい、その背もたれも微妙な角度にもできますんで、そうですね、これ今広げたいなんてもできるんですよね、はい、シード結構下がったんで使えるかなと、うん、相当使えるでしょこれ。こんな感じのトランクになってございます、はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、うん、エンジンルームがこれフルモデルのタイミングがあったんで、はい、基本的にあのダウンサイジング用リッター積まないまま全部 5.5 リッターのまま次の台に移ってるということ でこう 5.5 リッターは結構4リッターダウンサイジングとキャラクター違うんですよね。やっぱり違いますね。まあ、車両紹介でいろいろ載せていただきましたけども、はい、やっぱりちょっと大排気量ならではの、うん、こうちょっと重厚感というか、はい、パンチはやっぱりこう4リッターダウンサイジングの方があったりしますけど、うん、はい、僕のあくまで勝手なイメージですよ、うん、はい、ちょっとこれが車のキャラクターと、どういう風になっているのかっていうのはちょっとこの後乗ってみたいと思います。で一応数字的なものでいくと、はい、585馬力、うん、77.5キロ、うん、とてつもない馬力とトルクを絞り出している。トルクがね、はい、結構何あれですね、分厚い感じですね。これだとだとこれに組み合わせるミッションの方が一応7速オートマ、うん、はい、オートブリッピング機能付きの、はいはい、ミッションになってございます、はい、で、まあ、ちょっとエンジンルームでエンジンの話じゃないんですけど、車のプラットフォームは、うん、ジープのグランドチェロキーと共通らしいですね。お、藤川さんが今すごくびっくり顔をされてますけれども、ほら、らしいです。はぁ、で、GLE と GLS は、うん、そのアメリカの工場で どういうわけか、そのサイズになると BM とかもみんなアメリカで作ってるんですよね。うん、X7 とかもアメリカ生産なんですよね。そうですね、はいはい、でメルセデスに関しても GLE と GLS がアメリカ生産、うん、はい、ML の時代からアメリカ生産でしたもんね。そうなんです。で、ML は正直、うん、当時を知ってる方だと、うん、ちょっとこうあんまりこうイメージ良くないじゃないですか。そうですね。ただそこからやっぱり生産台数とか、はい、まあ、積み重ねてきて、はい、ノウハウも多分育ってきてたと思うんですけど、はい、なんかこうあんまりこうなんていうんですか、悪い噂を聞かないというか。そうですね。全体的な雰囲気とか、はい、味付けとか、うん、でも ML もそうですよ。最初のから2世代あ2代目の ML になった時にものすごい内容変わったんで、そこからさっと人気が、そうですよね、さらに初代はなんかアラバマベンツとかつってよく言われましたね。ちょっと揶揄されちゃいましたけども、はい、うん、まあ、いい意味でちょっとそのアメ車、うん、遠いって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、はい、あともう一個僕思ったのは、うん、そのグランドチェロキーと一緒っていうと、うん、どうしてもそのグラチェロとそのシャーシー一緒なんでしょっていう、うん、言われる風に思う方いらっしゃるかもしれないですけど、うん、僕逆だと思うんですよ、うん、僕が読んだ読み物だと、うん、メルセデスの開発したそのプラットフォームが、うん、グラシェロの方に使われてる、はいはい、まあ、あるあるなんで、うん、両方どっちが先だって両方メーカー言ってることあるじゃないですか。だから、はい、どっちが本当か分かんないですけど、うん、はい、どっちかっていうとそっちかなっていう、うん、特にクライスラーの関係って、はい、結構昔からじゃないですか。そうですね、300C の立ち回り、はい、フロントに S クラスのものを使ってて、リア E クラスのものを使っててっていうのがあったじゃないですか、はい、ありましたね。だその流れから言うと、うん、多分メルセデス開発のプラットフォームで、うん、それをクライスラーが使ってるのかなっていうふうに、うん、なんとなく今までの流れから言うとそういうふうに考えるのが妥当というか。そうですよね、はい、なんかその 300C からの流れを見てるとちょっとそういうのがあるのかなっていうのを少し感じました、うん、そしてもうこのエンジンが乗ってる GLE は、はいはい、これでおしまいですからね。ぜひこのちょっと、はい、
もうバーゲンセールの価格といっても過言じゃないんじゃないですか。いや本当そうだと思います、はい、もう今後このようなエンジンはもう出てこないですからね、はい。まあ、ちょっとその価格の車ではないですけれども、うん、はい、ちょっと非常に味のあるエンジンだと思いますので、この後ちょっと乗ってみたいと思います。はい、続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。これあれなんですね、シートベルトこのグレーなんですね。かっこよくないですか、うん、いい感じです、はい、はい、シャレオツです。ちょっと行きましょう、はい、1年半前、うん、1年半もっと前か、うん、あの東京店で紹介させていただいた時は、うん、乗ってないんで、はい、で GLC は、うん、あのすごく車両の改装なんかで触らせていただく機会が多いんですけど、うん、GLE は僕初めてなんですよね。あ、本当ですか。そうなんですよ、うん、ちょっと今日興味津々でございます。僕あのこの車あの、はい、まあ、何回か当然乗ってますけど、はい、仕事で、はい、意外とねこう見た目以上にクイックなんで。なるほど。嫌いじゃないです。でも今のところ、うん、すごく大きさを感じております。そうですね、はい、大きさは感じますね。なんかクラス以上の大きさを感じます、うん、どうしてもあの GLE っていうぐらいなんで、はい、E クラスがこう頭に浮かぶじゃないですか、はい、そのイメージで言うとだいぶ大きいですね。そうですね、幅がやっぱりあれですかね。そうです、2メーター超えてくるからですかね、うん、だからなんとなく GLS 的な感じですよね。あ、そうですね、雰囲気はそっちよりですね、はい、GLC よりかも、うん、当然 GLS よりの。そうですね、おお、うん、ちょっとやっぱり 5.5 リッターの良さを再確認してしまいました、はい、私やっぱりねこのエンジンはね名機ですね。です、これやっぱりいいっすね。157でしたっけ、うん、M157、はい、なんかこれ重厚感あるんだよな。あの変な言い方ですけど、はい、このエンジンも出た時は、はい、ダウンサイジングなわけじゃないですか。ああ、そうですね、ね、はい、もともと 6.2 リッターの NA でしたからね。そうです、はい、そうです、まあ、とはいえ 5.5 の V8 なんでね、はい、はい、らしさというか、はい、やっぱりこう、はい、トルクフルというか、高速でいいんですよね。あ、いいよ、はい、あ、ETC 入ってないです。 です、入ってます。それでは、はい、大丈夫です、はい、この怒涛のトルクで、うん、行ってみたいと思います。はい、行きますよ。はい、すごい超パンチがあります。パンチありますね。この重たいボディがこの加速しますかっていうぐらい、うん、やっぱりすごい車だな。強いな V8 は。ちょっとやっぱりこう新しいのが出ちゃったんで、うん、正直そのエクステリアとかその見た目的には、うんうん、全く見劣りしないかっていうと嘘になるじゃないですか。そうですね、けど良さはやっぱり変わってないなっていう。そうです、もう再確認しました。あ、本当そうですよ、うん、車ですよ、うん、はい、そして乗りやすい、うん、なんかそこを良しとしない人もいますけど、何、どういうこと、まあ、例えばその装備の部分だったりとかも安定感はもう変わらないじゃないですか、うん、どれ乗っても、はい、メルセデスって、はい、やっぱりもう基本のところに忠実なんで、はい、エクステリアのデザインしかり、インテリアのデザインしかり、うん、まあ、ちょっとその車種ごとにちょっと違ったりはしますけど、うん、もうベースとしてるところは一緒じゃないですか、はい、装備も一緒じゃないですか、うん、だから乗り味もなんかブレないじゃないですか、うん、だから極端にこのモデルなんかすごくとんがった
ってあんまりないじゃない、うんうんうん、そこはちょっとやっぱり車種変えても安心できるかなって思います。そうですね、はい、確かに。でもそれにちょっとこう面白みがないって言って全然違うメーカーに乗り換えちゃう方も少なくないですよね。うーん、特になんか難しいですね。そうですね、そのメーカーがこう目指しているところとユーザーが求めるところをあの乖離というかあるかもしれないですね。いや、この辺はちょっといいですよ、やっぱり、うん、でもね、僕はいろいろな車種を売るので、はい、いろいろ乗った方がいいと思うんですよ。で、最終的になんとなくこういろいろ乗る機会が乗ることができて所有することができて、そこで確認していただいて、あ、私はメルセデスだな、私は BM だな、私はジャガーだなとかいろいろあるじゃないですか、うん、相性が、うん、そこにたどり着いていただければ。そうですね、はい、でも何も困らないですもん、だって操作系も。そうですね、はい、なんかメルセデス乗ると安心しちゃいます、はい、そうですね、はい、この安心感ありますよ、ね、うん、でも装備も充実してるじゃないですか。もう63で言ったら全部ついてるし。そうですね、はい、しかも一個一個その安全装備とか掘り下げていくともうキリがないじゃないですか。キリがないですね。改めて今回そのちょっと車両紹介させていただくので、はい、カタログと、うん、あとオプションリストを一通り予習したんですけど、うん、はい、後ろからこう追突されそうになった時に、うん、足回り の, その制御とかシートベルトの制御とかっていうのも全部入るらしいですね。はい、あ、それは常識なんですか。はい、いや警告出るぐらいはまあ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 って思ってたんですけど、 あ、うん、あ、結構そこまでやってるんだと思って、うん、だからちょっと前のその動画 の, あの撮影とかでさ、土、はい、に教わったさ、はい、横を突っ込まれそうな時、青に身構えるって言ってた、はいはいはい、それはすごいなと思って。あれ223かなんか採用されましたよ。そうね、でもそんな一生お世話になることがないであろうほとんどの方が、うん、昨日なんかも手の数ついてきて、うん、あ、作ってきて、うんうん、でもそれがまあもちろんその車種 の, そのクラスごとにちょっとついてるついてないとかあったりしますけど、はい、基本 の, その安全に対する考え方変わらないじゃないですか。そうですね、それすごいなって思いますよね、うん。こうメーカーその違うメーカーだと、うん、例えばそのすごく安価なエントリーモデルだと、うん、ちょっと安全性的にこれ大丈夫なのっていう車種も、うん、はい、だそういうのないじゃないですか、メルセデスって。そうだね、いやもうだからちょっと困っちゃいますよね、動画的には、うん、コメントに、うん、いやでも、はい、僕すごく今買いだと思います、この車ですか。新しいのが出たんで、それこそその好みありますよ。新しいその見た目が好きだとか、うん、はい、デザインもこう一新されてるじゃないですか、うん、はい、多分もう新しいのと比べちゃったらもうあるかもしれないですけど、うん、まあ、タイミング的にはすごく買いかなっていう。そうですね、だって僕らがその中古車をやってて、いや新車買える予算があれば新車買えばいいですし、ね、そこまで予算のない方は中古でいいわけじゃないですか。予算のない方っていう方は悪いかもしれないですけど、あったとしてもその使えないとかいろんな事情あるじゃないですか。じゃあ例えば3000万持ってたとしても車としては1000万しか使えないとかいろんな事情がある方もいますんで、その中で、ね、車種こう選択チョイスしてもらえばいいわけで、楽しめないわけじゃないですから。そしてこの十分高年式なのにもう価格かなり落ち着いてるじゃないですか。はい、はい、そこポイント高いよね。高いですよね、うん、この圧倒的な存在感じゃないですか。そうですね、はい、存在感すごいですよね、はい、この車。GLE クーペは特に、はい、うん、これだから後ろから疲れた時とかも威圧感半端ないですよね。ふわーって、うん、いやちょっとこのエンジンいいな、やっぱりエンジンいいですよ、やっぱり、ね、うん、これ僕ちょっとでも不思議に思ったのは、はい、標準のやつって急速オートマじゃないですか、うん、63になると7速になるんですよね。そうですね、その辺はあれなんですかね、味付けの部分だったりだとか、うん、はい、
許容できるそのトルクが違ったりとか。そう思いますね。まあ、多段化すればその内部構造も複雑になりますからね。そうですね。でもね、その、はい、一般のそのメルセデス、はい、E クラスとか C クラスとか、はい、まあ、S クラスも急速 AT の車あるじゃないですか、はい、急速って入らないですから。あ、まあそうですよね、うん、入らないですよね。不要とは言わないです。例えば高速一定走行で燃費稼げるし音も静かになるしっていうのはあるかもしれないですけど、街中で入るってほぼほぼないですからね。当然だから普通にこれだけのパワーで排気量があったら7速あればもう十分かなみたいな。確かに、はい、回転回らないですしね、7速入っちゃえば。そして 63S だとオートプリッピングがついてるんで、うん、気持ちよくシフトダウンもできると、うん、うわなんか SUV じゃないもんね。うわさすがに車の重さがあるんで、はい、最初に一線切った瞬間にこうグイッてこう車の方向変わるかっていうと、うん、そうでもない、ね、こうロールしきってからじゃないと変わらない感はあります、うん、ちょっと今設定をスポーツプラスにしてみましたよ、はい、おおこれちょっとやばっ表現だ、はい、すごいねこれちょっと急にセダンになりましたね。怖っ。急に今 SUV からセダンになりました。はい、これもうオラつきすぎじゃないですか。ちょっとそうですね、はい、これ楽しいですね。楽しいですね。なんすかね、急に車ちっちゃく感じましたよ、はい、足硬くなって、うん、レスポンス良くなったら、うん、クイックだしね、はい、さらに動きが今までなんかすごくゆったりこう、うん、優雅に乗ってたのが急にスポーツカーライクに、はい、このすごいな、うん、このビジュアルでこの音がするんですよこのオートブリッピングと、はい、パンパンいってます、はい、すごいな、これいいな、うん、これあれですね、GLC にないですね、この感覚。あ、そうですね、はい、GLC やっぱりもうちょっとコンパクトに感じますね。はい、 GLS だとちょっとこうだから、うん、難しいですよね、うん、ちょうどいいのか中途半端なのか。はい、はい、これでも日本の使用環境だとちょうどいい気がします、うん、ちょうどいいですね、はい、まあ、もちろんそのサイズ的には取り回しとか言ったら GLC なんでしょうけど、うんうん、はい、S だとちょっと大きすぎるなっていう、うん、はい、全長がね長くなっちゃうからね、はい、だいぶっていう方にはもうジャストじゃないでしょうか。ですね、持ってこい。いやもう足全然違うこれ、うん、意外とバタバタしないね。しないですね、しっかりしてる割に、はい、うん、めっちゃ速いですよこれ。速いね。なんかさ、ここまで来ちゃうともうパワーの差って分かんないけど、はい、なんか一個一個こういう車でさ、車種でさ、はい、いろいろ乗ってると不思議だよね。 SUV でもクーペでもセダンでもそれなりの車ってめちゃめちゃ速いもんね今のね。だから今の技術ってすごいっすよね。すごいね本当に、うん、この巨体のこの SUV をそういう風に走らせるっていうのもすごいし、うん、ボタン一つでこれだけキャラクター変えてくるっていうのは本当にすごいと思いますあー、そうですね、こうロールしければかなりグイグイ曲がってきますね、はい、もうブレーキもめっちゃ効くし、うん、はい、もう一つ僕思ったのは、はい、今買いだっていうのは、うん、新車の時の、まあ、ベースグレードとの価格差が900万円ぐらいあるんですよ。はい、はい、で今ちょっとその撮影前に、うん、中古車サイトをバババって見たら、うん、まあ、大体同じぐらいの年式で同じぐらいの走行距離で比較すると、うん、もう300万400万円ぐらいの差しかないんですよ、うんうんうん、63とベースグレードで、うん、でそれので内容だいぶ違うじゃないですか。全然違うもんね、はい、エクステリアもこのエクステリアになって、はい、内装もナッパレザーになって、うん、エンジンも63のエンジンになって、うん、はい、
でなおかつもう装備も63だとほぼ全部ついてくるじゃないですか、うん、でもそれ含めるとちょっとこう、まあ、もちろんその300万400万ってものすごい大きい開きではあるんですけど、うんうん、内容を考えたらそうだね、圧倒的にこう新車の時よりお得になってるなっていう、うん、確かに新車時の開きがね、そうなんですよね、うん、大きいから、まあ、もちろんその新車時 の, その価格設定に関しても納得の内容ではあるんですけど、さすがに900万円っていったら下手したら車もういいじゃないですか、うん、もう下手したらというか、はい、900万だったら普通に2台買えちゃうよですよね、はい、僕ら庶民はだそれがかなりお買い得になってるなっていうのはすごく感じましたね、うんうん、だってもうほぼ全部ついてきますからね、そうだってスピーカーのこのハーマンカードとかも標準ですもんね、うん、標準です、はい、ベースグレードついてないですけど、はい、そうですね、はい、なんかさシートヒーター当たり前だけど、はい、ここベンチレーションもついてるしさ、はい、だから63だとベンチレーションもついてるんですよ標準で、そうエアコンも3ゾーンなんですよ、そう、はい、そうなんだよね、そうなんですよ、うん、でしかもそれがベースグレードでお金払えば3ゾーンにできますよっていうじゃないんですよ、じゃないの設定できないから、はい、されてないからね、こういうマニュアルモードだったりスポーツモードだったりモード切り替え、だそう考えるとかなり充実した内容が完璧でしょ、うん、この価格差でついてくるな、うん、言ってもコンプリとかだもんね、 AMG ですか、はい、はい、最高だよね、やっぱ後ろも広いし、そうなんですよ、そうなの、あの、はい、メルセデスって、はい、特に GLC 乗ると、はい、あの分かりますけど、はい、あの広いじゃないですか、はい、後席の足元が、はい、ボディサイズの割に、はい、そのやっぱりよくできてるなと思いますね、毎回毎回めっちゃ広いですよね、うん、広い、もう上下の空間もそうですけど、うん、足元なんかも全然圧倒的に広いですよね、そうだって C クラスになんかさ普通にベースのフォーダーの C クラスセダンあるじゃない、大人用にゆったり乗って普通に長時間移動できますからね、確かに、うん、だからそういった意味では、まあ、メルセデスじゃないって言われたらそれまでなんですけど、はい、僕の中では AMG の GT 系は異端児なんですよね、やっぱり、ああ、うん、なるほど、乗り味も、うん、あの、うん、クープ2段の方ね、うん、確かにはものすごくスパルタな印象があるんで、ヨーロピアンマッスルカーですか、そうですね、はい、おお思わずニヤッとしちゃいますね、はい、どこまでも走っていきたいです僕は、これでこれなんか想像以上に高速道路快適だね、めっちゃ快適ですよ、うん、なんだろう、やっぱりスポーツプラスですね、うん、はい、乗るべきは乗るね、ちょっとあのもう一回コンフォートに下ろしてみていい、はい、違いを、別の車っすね、あーなんか、はい、もうああコンフォートこれなんか違うな、はい、最低でもこうスポーツで高速が乗った方がいいですね、はい、あそうですね、はい、あもう一回踏んでいいですか、うん、プラス、おおこれちょっといいなあれ、はい、車買ったね、土決まった、これでちょっとグリッピングで返事しますいやこれはでも本当に63、僕はあの、うん、動画とか別にその車売りたいからとかじゃなくて、うん、63を押したいと思います、うん、そうだね、まあ、35D の良さもありますけどね、うん、35も、あ 350D の良さももちろんありますけど、うん、だから燃費とかそこの部分だけじゃないですか、うん、なんか、うん、はい、ランニングコスト的な感じかな、でも63自体はね、はい、メンテナンス、あ、なんていうの、トラブルが多いとかそういうことも全然ないから安心して車としては乗れるから、まあ、細かいこと言えば日頃の燃費
そうですね、うんまあ、あと消耗品かなっていう。そうだね、まあ、当然タイヤも早く減りますし。そうです、はい。まあ、ブレーキ の, そのパッドとかローターとか、うんまあ、そういうののパーツの金額とかで言ったら、うん、もちろんそのベースのグレードなんかよりも、はい、とかかってくると高くなります。ただそれ以上に圧倒的なパフォーマンスを楽しめるという。そうですね、はい、価格差以上のなんかお買い得感を僕はありますよね、はい、うん。まあ、あとはもうそもそものこの SUV のこのサイズが受け入れられるかどうかっていうのが一番でかいんじゃないですか、うんはい、でもさもうこう毎回こういう話になると絶対思うけどさ、今各メーカー の, あの SUV たちはもう2メーターだからね。そうなんですよね。あ X5、X6、レンジローバー、当たり前だもんね。まあ、SUV ブーム、SUV 戦争はいいんですけど、なんかどんどんでかくなるのはちょっと、うん、そうなんだよね。そうなんですよね、うん。また中間があんまりこうちょっとこうなくないですか、うん。なんかコンパクト SUV もこうぼちぼち出てきてるじゃないですか、うん、大きい SUV も出てきてるじゃないですか、うん、なんか中間ってあんまりないなと思って。そうでもさ、中間と思っていたものがいや実は中間じゃないよなみたいな感じになっちゃってるじゃない、そのサイズ感が。確かに。だからその辺じゃないの。それはもうセダンでもそうだよね。そうですね、うん。あと5シリーズもあのメルセデスの E クラスもはね、なんかこうちょっと前のビッグセダンのサイズだし、びっくりですよね。この間あの東京店で M4 を撮らせていただいたんですけど、はい、あの初代8シリーズと同サイズぐらいになってるんです。8シリーズ、ああはい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 、うん、そうだね。じゃあ一番最初の188の長さが長さが48ぐらいか。頭に入ってるんですか。初代でしょ、はい、E31 でしょ、はいはい、一番最初の8シリーズと同じぐらい、ね、このリトラクタブルライト、はい、はい。あれそれの前じゃないですか、8シリーズ。8シリーズはそれでしょ。え、それの前だよね。あ、それだっけ、うん、あれそれな、なあれ M4 と同サイズってそれだっけ。6シリーズって言ったんだっけ。あ、6シリーズかな。あ、6シリーズ、6シリーズ初代の、はい、丸めの。あれ丸めのなかったでしょ、うん、丸めのあるよ。ありますよね、あれと確か同サイズ。僕のサイズ。あ、乗ってたんですか、うん、それと確か同サイズって書いてあるでしょ、うん、え、初代の6シリーズって E24 ってこと。いや、あの価格の違いだよ。あー、現代的なニュー6シリーズってことね。 E53 の方ね。53だっけ。いや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 、 E じゃない、 E53 じゃないです。ちょっと後でそれ確認しましょう。初代のだって 6シリーズってあの古い世界一美しいクーペだよ、70年代から。あ、じゃあそれじゃないですか。あ、それ、はい、それと確か M4 が同サイズとかしてる。だってそんなに幅なかったと思うけど、それが入っちゃうんだっけな、うん、ちょっと待ってください、うん、スポーツプラスダメ。スポーツプラスギクシャクしてる下道は、はい、はい。そしてじゃあクイック U ターンをしたいと思います、はい、キレ角は、まあ、前回。いやすごい、さすがメルセデス。ああ全然いいですね、ね、はい。先日乗らせていただいたゴーストより、はいはい、圧倒的にクイックに回れました、はい、ゴーストの方が切れますねなんて言ったらびっくりしたけどね確かに、はい、まあ、全長も違いますしね。そうですね、はいはい、意外に小回りが効くという、うん、この車ボタン直しすれば、うんはい、カメラも出せるんで。ああ安心です。はい、はい、そうなんですよ。M4、M4、M3 とかも、はい、グッとでかくなったじゃん。グッとでかくなって、はい、そうですよね。今やだって M2 が、E36、うんM3 となんかサイズ感同じぐらいとかって言われてるぐらいですから、うん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 、ちょっとでも道はでかくなってないじゃないですか。うん、確かにね、うん、でちょっと車あんまり大きくするのやめていただきたいなって、うん、やっぱりこう、まあ、僕乗ってたっていうのもあるし、はい、あれなんだけど E36 ってサイズ感すごく良くて、はいね、冷静に考えたら、はい、E36 のセダンなんて5ナンバー枠で始まってますからね。ああなるほど、はい。でクーペといえどもちょっとフェンダーがちょっとだけ膨らんでても170全幅で171か2だったんで、はい、ちょっと5シリーズ、5ナンバー枠をはみ出る程度の大きさでしたからね、うん、そうっすよね、うん、まあ、その安全装備っていうかその安全性とかって考えるともうだんだんその大きくなっていっちゃうのしょうがないかなって気がしますけど、うん、そうですね。ちょっとあの道路事情は変わらないわけじゃないですか、うんうん、
特にむしろその日本 の, その道路の設計ってその結構昔のまんまのところなんかも多いわけじゃないですか。はい、だなおさらちょっとこうそこだけだなって、うん、圧倒的にその土地の面積が狭い国だから、うん、車の駐車スペースって言ってもなんかさ新しい駐車場なのにこの幅なのっていうところも結構よね、うんうん、都内でもまだあるし、ね、はい、名古屋でも当然あるし、それ考えるとやっぱりこう175ぐらいだと本当一番いいんですけど使い勝手はね。ただまあそうは言ってももう新車で買おう、新型車買おうと思ったら175の以下のサイズって超コンパクトカーみたいな感じなんですね。そうですね、なっちゃいますからね。そう、だそのサイズの部分だけそういける方であれば全然非常におすすめな一台、もう行っちゃった方がいいですね、はい、この車は。ありがとうございます。ありがとうございます。いやーめっちゃいい音してましたね。最高ですね。そして走りもびっくりしましたね。え、はい、別にこれ動画でも追って言ってるわけじゃなくて、うん、普通になんかスポーツセダンみたいなあんな走りができちゃうんですね。しかもその試乗の時土にも言ってたけど、コンフォートとスポーツプラスのモードの表現の仕方が面白い。びっくりしましたね。パンパンパン、そう、はい、なんかこう、うん、バブリングするのって、はい、あの4リッターの方のなんかイメージだったんですけど、はい、この巨体で、うん、あの車が動いて、ね、あの音がするっていう、うん、はい、ちょっと本当にあの最初に自分で言っといてなんですけど、まあ、ちょっとこの方はこの方の、うん、はい、非常に味わいがあるなと魅力的ですね、はい、僕は感じました、はいはい、もうぜひお問い合わせくださいと、はい、思います、はい、というわけで今回はメルセデス AMG GLE63S クーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。